なんかここにあるんで、うん、これなんすかね、カードショップみたいな。あ、お店なんだ。あ、そっかそっか。あ、これで助けたピノピオが。そうですよね、お店やってます。あ、ここにいるね、なんか。おら、おう、あ、はい、いらっしゃい。めっちゃ笑顔。ほうほうほう、配達に出た店長も無事戻って営業スマイル。あ、本当や、笑ってる、にっこりや、にんまり。これさぁ、縁、あ、ちょ、縁をさぁ、あ、全部ね、ねぇ、なんかあるよね、これ。あー、ほんとや、こんだけ。お前、コスパ悪いな。ほんとやね、買いたい。そのコインの価値が未だに分かってないで、うん、ほんとっすね、うん、これバトル中のやつですか。あ、っぽいね。でも色があるのとないのとあるよ、強さですかね。なんだろう、詳しく。ハンマーで敵いたりとか、うまくいけばあまりもダメージ与えれる、うん、これは、まあ、威力的な問題ですかね。ああか。いや、こっちは色をつけなきゃいけないでしょ。そういうことか。あ、そういうこと。価格だって4倍するからね、こっち。かなり高いよね。どうっすね。うん。とりあえずよくわかんないで色々買っといて。キノコ大きくなったりするのかな。よし。あ。じゃあ、こっち行きますね。そうだね。お、何クリボー。お、クリボー。扉を開けたらいきなり登場。どうだ、驚いたか。うん、びっくり。大爆笑。大爆笑。大爆笑。タッチでカードを、あ、またあの僕にしか見えない世界。そうだね、何を使いましょう。じゃあ、あの踏みます。うん、 ZK、 はい、シュー、勉強。弱くて、弱くて、あ、すごい。覚悟を持って、あ、ボロボロの靴や。ほい、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 エクセレント。十分勝てる。ほんとっすね。ね、パーフェクトボーナス。あ、真っ白になった。いきなり登場したのに、あっさりやられた。これにはこっちが驚いた。ほうほうほう。かわいい。バイバイ。お、何なんだ、ほら。あ、これはハンマープレートだ。たくさん集めると持てる。あ、めっちゃいいね。あ、すごいいいですね。うん、バトルに勝つと落とすか。敵、あ、消えないうちに取ろ、必ず取ろう。あ、消えちゃうんだね。ケチ。ケー。やられた。マリオさん勝ったんですか。あのクリボーにって相当強かった。あのクリボーに。いや、キノピオのやる気次第でしょうね。そうだよね。うん、気持ち一つ。あ、ここ。あ、本当だ。たいですね。うん、色が全然ないな。この水車はいつもはかっこよく回ってんだけど、今回ってるよ。水車を回すようにしないか。うん、なるほど。なんかすげえ繋がってますね。そうね。ずーっと向こうの方まで。本当だよね。あれみたいですね。あの、何でしたっけ？ピタゴラスイッチみたいな。あ、はいはい、そうだね。はい、上を押して僕呼んだんだね。あ、あ、キノピオ。あ、あ、色抜け。見たらわかるよ。何を我が手柄みたいに。そういうことですよね。うん、なんで気づかなかったんだ。あ、え、え、くしゃくしゃなる。まあ、しかもこいつからもインクが出ないですね。出たのは、うん、あのベンチです。あ、そっか。あ、すごい、すごい。日本でコインしか出ないのかな。ぽいね。でも多分、うん、街を全部きれいにしたら、うん、何かしらそのコンプリートボーナス的な。そうだよね。なるほどね。なんか何パーセントとか出ればいいのにね、今の街のきれい具合みたいな。うん、いや、出てましたよ、さっきメニュー画面で。はい、僕にしか見えない画面で。あ、そうだ、ね、あ、なるほどね。21% ぐらいかな。この上のギアみたいなとこは、これ。なんすか？ここ、ここ。これ、色塗れない？あ、ほんとだ。ここもか。これで動くようになった。白いとこはもうすべてみたいな。あ、でも動力がどっかにあるよね。そうですよね。うん、ベルトがずっとつながってますもんね。そうですね。うん、これでも上の方行くんでしたもんね、もともと。うん、3階に行ってってとった、うん。あ、なんか。お、カード。あ、カードも出るんだね。ほんとっすね、うん。あ、だからやっぱちゃんとやらなあかんのかな。ほんとや。確かに。これでも全部やってたら日が暮れそうな気がします。ほんとだね。あ、あれ？なんかいる。ヘイホー。ヘイホー。ちょっとお腹痛くて、もっとこっちに近づいてみますか。早すぎでしょ。そして吸わせて。あ、ストロー忘れた。なんちゅう間抜けなやつ。次ハンマーで。なるほど。なんだ？あ、なに今の？タイミング？タメ打ち。おお。あー、なんか勘でやったらすげえ。ねえ。しかもぐっちゃぐちゃだったね。ほんとっすね。ご心配なく。ほうほうほう。この青が、青がゴミ箱みたいなのは。そうっすよね。ねえ。あ、なんだ？何これ？あ、前職回復するやつ？あー、すごい。いいな。あ、めっちゃいいっすね。お。めっちゃ濡れとかあんな。おら！ストロー持った兵法たちが大勢襲ってきて、ロードルタイムダウンパニックです、うん。あ、非常用ロール紙、これを巻き取る。
これか。あ、なるほど。ロール紙。ほうほうほう。調べる。はい。ほうほうほう。ペンキスタンドある3階に上がるための階段のコードは向こうだよ。結局でもこれをロール紙を巻き取らないと。まあそうですね。そうか。全部塗るんじゃないですか。塗るのか。届かないもんだって。あ、そっか。うん、あ、でも色つくな。なんだろう。どうしたらいいの。ついたコテですね。あ、エンカウントした。普通のなんかエンカウントでしたね今の、うん。こういうのもあるんですね。うん。で今気づいたんですけど、はいはい、これ、うん、使ったカード、うん、減っていきますね。ああ減ってくんだ。はい。消耗品。使い切り。消耗品ですね。なるほど。あ、しまった、した。多分全然。っていうことは、そうか。じゃあ全然ない状態で戦い入ったらどうなるんだろうね。確かに。そうですよね。ね、何もできずにしばかれる。あ、何何何何何注入された。ほう。おお。おお。増えたやん。最大値が増えてさらに。あれか、レベルアップみたいなもんか。そういうことやね。そういうことやね。どこまで上がるん？でも上限あんまりなくない。上限、いや今キュってなったんで、マックス100やったんで50増えました。あ、ほんと。何？あ、これやべえやつでしたね。ねえ危ねえやつ。危ねえやつでしたね。あいつに関わるとよくないこっち側もあるよな。あ、お、お仕置きされたいのかお前は。ではね、今んとこ全然バトルで危ういとこないもんね。そうっす ね、ここにカードセットしてペンキを注入しなくていいのかな。あ、色なしのやつ。色なしだとどうなるんだろう。あ、一回しかあったあ、いけないんだ。半分白くなったみたいな。なるほど。いや、多分今あれでしょうね、 A ボタンミスったからでしょ。あ、そうだ、うん、でもさ、なんか殴るたび色がなくなったからカードが。OK、色を入れるんだな。そういうことなんだ。このゲームパッドの画面が見せれないのが非常に、うん、申し訳ない色なしの状態では、うん、色をこちら側で注入しないといけないんですよ、うん、ああなるほど。なんで色だから色なしは安かったんですよ。そういうことか。その代わり、うん、手持ちのインクを使っていくよっていう、うん、ああそういうことね。ことっすね。でもあれじゃない、インク入れるだけで使えるのやったらそっちの方が出るコスパいいんじゃない。そうですね、ね、うん、この辺を叩く、うん、その余裕があるならば。そうだよね、はい、そういうことか。そういうことですよ。それをやりたくないやつは金で解決する。そういうことですね。マリオ正義どうしたマリオさん、よし、お仕置き。今んとこ兵法しか出てこないね。どうした。あ、おーおーおー、先制攻撃。ねえ、あ、そっか、防御のシステムあったね。完全に忘れとった。A ボタンでガードなんですけど。そっかそっか。完全に今やられました。不意を突かれたね。はい。お面ずれてない。あ、そっか、お面やで。お面の下どんな顔しろやろね。あ、確かに気になるよね。おーおー、エクセレント。素晴らしい。これでコインが増えるかな。何？コインが増えやすいんですかね。あー、エクセレントやと、はい、あ、そうかも。ハンマーも結構落とすね。本当や。ほいほいほい。うーん、経験値みたいなもんですね、うん、なんかメーター溜まっとったもんね、うん、一応だからあれがハンマーメーターなんですもんね。あ、そっかそっか。はい、持つところの。そうですそうです。ハンマーのやつを、うん、何呼び声がする。なんか上の方に流れますもんね。ヘイホーいますね。ねえ、いけないんだよこっち。こっちです。またあ、これ壊す。違います、ここから声がまたするって、あ、ほんとや。おるんかい。ほんでようこそ言われたように、もうそういう、うん、その、なんていうの、加工事例はもういい。そうやね、加工事例要件から言えって。そうやね。そうですよね、うん、あ、ピーチたちも来た。てよてよ、ペンキさん、探しはどうですか。うん、え、そんな、そういう時間はね、ないんだよ。そうだね。旅の宿みたいなことかな。あー、なるほど。これペンキ回復してくれるのかもしれない。あれ、体力が減ったら今度からここへ。あー、なるほどね。拠点なんやな。じゃあ、あ、HP 減ったらじゃあ、うん、なるほど、そういうことか。うん、セーブポイントみたいな、そういうことじゃ、うん、かもね。ほら、おー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 、あ、3体、4体いっぱいいましたね。いっぱいあったね。複数初めてか。あ、いや、最初やったか。うん、ボロい靴でいいでしょう。ほら、やっぱ前衛におるやつの方があれだから、攻撃力高かったりするのかな。おー、
あーなるほど、靴1個タイプは1個しか、そういうことね、なるほどね、ダメってことですね。じゃあこのボロ靴、いやちょっとキノコ使ってみますね。うん、どうなるやろ、どうなるんですかね。キノコはお、ん、あ、回復か、お、あ、なるほどね、なるほど、あ、だだだだだ、大きくなるわけじゃないんだ、ほんとっすね、うん、うーん、なんだなるほどね。じゃあハンマーいきます。はい、ハンマーのタイミングがよくわかんないですね。たまった時、あ、今なんか、お、ね、すげえ、オレンジになってる、オレンジ、多分オレンジが一番強いかな、ね、その範囲攻撃みたいな感じ、2匹いっぺんにいったね、行きましたね、うん、あ、めっちゃ強いやん、ハンマーの方が強いんだ、だね、うん、こっちは、あ、なにこれ、あ、剥がしたら階段みたいになるか、なるほど、これで行きやすくなる、よいしょ、あ、めっちゃいいや、あ、ここ、そうですね、そう、最初にパート1で来たところです ね、なるほど、繋がった、なるほどね、思いっきり隠れてますよね、あそこに、本当やね、見えへん、いや、見えてますね、あれも、あ、そう吸ってる吸ってる、あ、